はい、どうもチャミ中本です。クラブ喜怒楽楽のお時間がやってまいりました。このコンテンツでは毎回素敵なゲストをお招きいたしまして、2人で乗り打ちするコンテンツでございます。さあ、今回はですね、久方ぶりでございます、女性ゲストなんですかね、ちょっと女性と絡むのが久しぶりなので妙な緊張感といいますか、なんかドキドキが止まりません。でもこれは決して恋ではございません。なぜなら私はおゲイだからです。ということで、お招きしたいと思います。現在乗りに乗っているこの方、澤美織さんでございます。どうもおはようございます。すいません、ガチムチのメンズじゃなくて、申し訳ありません。なんか相変わらずいい匂いがしますね。やめてください。これセクハラとかじゃないですから、はい、事実を言っているだけなんですけども、お久しぶりでございます。お久しぶりです。どうですか最近の調子は。最近ですね、どんどん上がってきてる感じなので、上昇中ですか。上昇中なので。なるほど。今日はいいところ、いい具合にこう上がってる最中のところだと思うんで。はいはいはい、はい、じゃあ今日負けちゃったりすると、はい、なんかその燃焼街道というか、いやそうかもしれないですね、上昇気運が下がっちゃうかもしれない。じゃあ結構大事な一戦になるかと思うんですけど、はいはい、いやでも私チャミさんと結構打ち筋似てるかなって思ってます。好みの機種というか、機種もそうですし、はいはいはい、なんかこう打ち方というかこうお金の入れ具合だったりとかでもなんかこうなんかフラグを引くみたいな、なんかこう すごい勝つかすごい負けるかはっきりしてるみたいな、はい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 、ところがちょっと似てるかなみたいにずっと思ってたんですよ、勝手に。それ私も薄々感じてます。あ、本当ですか。なんかあの白黒はっきりつけたいというか、そう、あの実はもう2人とも大キープ、はい、もう回転してまずは大キープからっていうことで、はい、台はもう抑えてるんですけども、はい、まあ案の定っていう感じですよね。はい、そうですね。澤、はい、さんが選んだ機種は、はい、アナザーゴッドハーデスです。やっぱり来たこれ。いやチャミさんも行かれるかなと思って。いや迷いましたよ迷いましたけど、はい、私はアラジン S2、はい、行きました。おアラジン。いや実は前回の喜怒楽楽で、うん、長崎コロスケさんが、はい、ゲストで来ていただいてすごかったんですよ。レンちゃんがコロスケさん、コロスケさんのレンちゃんがすごくて、はい、私あんまりもういいとこなくてあちょっと不甲斐なかったんで。なるほど。ちょっとあの喜怒楽楽的にリベンジしたいなと思って、うん、はい、ちょっと今回はちゃんと澤さんにあの楽しんでもらえるように。いやもう私も頑張ります。結構2人とも、はい、波の荒い機種を選択したということで、はい、ちょっとどうなるか分かんないですけどね、はい、目標とか決めます。目標ですか。2人で5000。2人で、サマイプラス5000枚ってことですよね。どうですか。あ、かしこまりです。夢見すぎですかね。いや、あのいやチャミさんでもそういうイメージなんですよ。私結構もうドカンと言ってるイメージがあるので、あの行くときはね行くときは行くんですけど、 なんかでもちょっと最近あんまり。あそうだったんですね。まあでも澤さんがそこまで強気にあの設定していただくんであればちょっとその気持ちに応えられるよう精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします、はい、あの逆回りですよね。逆2人合わせてマイナス5000。全然ありますね。あの、まあ、どっちかですね。じゃあそう、はい、そうなりそうな気がします。上2人合わせで上の5000か下の5000目指して、はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。さあ、実践開始っていうところなんですけれども、前回に引き続き私はアラジン S2 をチョイスしてみました。前日のへこみ台ですね。まあちょっとこの間コロスケさんをお招きした時にあまりにも不甲斐ない結果だったので、今日は、まあ、個人的にはリベンジマッチっていう感じですかね。で、まあ、ゲストの澤美織さんの足を引っ張らないように頑張りたいと思います。実はまだアラジンボーナスを一回も引いたことがございません。今日はアラジンボーナスがちょっと嬉しいんだけど、ただお宝ラッシュはこの間引きました。これにしよう。お
大阪ラッシュでスーパーアラジンチャンスを4つストックしました。まあこれ4つもストックして1個でもスーパーアラジンチャンスのゲーム数がマックス毎セット20ゲームループまでいけばとんでもないことになるんじゃないのかなと思ったんですけど、4つストックがあって最高4連だか5連でしたよ。しょんぼりでした。はい、それではアラザーゴッドハーデス打っていきます。目標2人で5000枚と結構大口を叩いてしまったので恥をかかないように、そしてチャーミーさんにご迷惑をおかけしないように頑張っていきたいと思います。では喜怒楽楽、私なんて楽楽楽楽ぐらいですからね、ただのアホですとにかくね楽しめたらいいなと思います。あー朝一天敗天敗天敗続き、なかなか朝一はいい動きをしている気がしますよ。ちょっと前日が終わりゲーム数がわからないんですけど、そんなに派手に当たってるわけではないので、まあ、リセットしててほしいですけど、リセット後の天井は絶対に嫌それだけは嫌だ。もう結構何台も当たってるのでその仲間入りしたいですけど、早いですね当たるの皆さん。3連、えい、ダメでした。おー、あるあるですね、3連外れ7。おー惜しい惜しい、ジャッジメント2回いけた。これ遅れました、今遅れました。いや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 、もういや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 、ないでしょ、それはないでしょ。結構ドキドキしましたけど、ゲームだ。
機嫌斜めですね。はい、50ゲームスタート。あ、ケルベロスに嫌われたらね、ハーデスはやっていけませんからね。10ゲームのみで246枚でした。まあ当たりが早かったのでとりあえずはいいんではないでしょうか。最終コーナーを通過。で、ハーミル選手残念ながら3位でした。まだでもざわざわ続く可能性ありますから、よしよしよし、いいじゃない。チャンスゾーン以降、まあ、今単成が契約ですけど、チャンスゾーン以降するときに、試練の塔とマジカルチャンス、まあ、2種類ありまして、マジカルチャンスに当選したときは試練の塔よりも全長ゲーム数が、長いときがあります。よしよしよし、あ、これ大丈夫です。あ、これマジカルちゃん、おお、予告超速の弾丸となって迫る9ありがたい。天国の木に秘められた恐るべき力、渾身の一振りでマジカルチャンス当選の期待大なんですけど、ダメでも試練の塔に行くと思います。最高の色の背景が弱いですね。あれあれれ、チャンスアップなかったんですけど、マジカルチャンスを射止めました。これチャンスのマジカルチャンスと試練の塔はあるんですけど、マジカルチャンスの当選率が高いと、偶数設定の可能性があります。525ゲーム投資ジャスト2万円でようやくチャンスゾーン入りました。まあ、しかも試練の塔よりもアラジンチャンスの期待度高いですからね、マジカルチャンス、これはしっかり止めましょう。いやー残り4つは無理でしょう。何やってんだか、もう怪しい怪しい。はい、試練の塔引き戻し、これもしかしたら高設定っていう、あの設定差のあるポイントですね、試練の塔の引き戻しです。うわー、あ、これ探偵かな、探偵っぽくない、探偵です。さあ試練の塔で2回目の探偵に挑戦しててほしい。
試練の塔滞在中の2回目の探知リーで当たりました。はい、644ゲームです。総投手24本深かった。ただまあ朝一ドストレートで天井まで連れてかれなかっただけよしとしましょう。頼む。いやラスト、もしかしたらタンセリーが最終ゲームでよっしゃ。はい、50ゲームジャストでタンセリー出てきてくれたんで、ちょっと延長戦ですね。これバトルに勝利すればスーパーラブチャンスです。いやーダメ。アラジンチャンスの50ゲーム最終ゲームで往生際の悪いタンジェリーを聞いたんですけど、残念ながらスーパーアラジンチャンスは射止められずと。ただこの後、まあ満月ステージに移行いたしまして、最低でも降格ショートという状態なので、まあラジンチャンスを引き伸ばせる可能性がありますと。OK! はい、18ゲームで引き戻し、残念ながらスーパーラジンチャンス引けずと。ただアラジンチャンス引き戻してるんで、もうこれ降格ミドル以上あるということですね。やだ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 、できたこれ。ただこれね、満喫ステージから遺跡ステージに移行しちゃってても、内部的に降格状態が続いてることありますから。よー、はい、引き戻しちゃんです。アラちゃんゲット。あ、これ探知かな。降格状態でタンシェリーを引いたので問答無用でアラちゃん引き戻しでございます。はい、アラジンチャンス、よいしょ。さあ今回は溶岩ステージからスタートですね。よいしょ。さあチェリーレン状態です。よし、タンジェリー、よくやりました。例のものを、スーパーアラジンチャンス大チャンス。やっちゃいな。やりました、スーパーアラジンチャンス。
あようやくようやくスーパーラジンチャンスですよ。もうね、もうこのスーパーラジンチャンスのマイゲームレバーを楽しみたくて打ってるって感じですよ。よし、これで継続です。もうあのラクダ王は強チャンス目なので継続確定です。よし、よかった。宝箱かな。はい、さあこれ早い段階でスーパーラジンチャンスのゲーム数を増やしておきたい。素晴らしい。さあこれでマイゲーム、あ、マイセット11ゲーム継続っていうふうになります。最大で20ゲームまで伸ばせます。わあ、リセット。不甲斐ないです。いやあ、いやー、最初のね、はい、スーパーラジンチャンス入ったんですけど、残念ながら2セットでした。まあでも降格ミドル以上が続いていると信じて、アラジンチャンスの引き戻しに期待でございます。さあ、うわ、いい感じ。右行きゃもう終わったも同然ですね。左でー合格。作戦ですよ。気づいてましたけど言わなかったです。はい、キナダ4連しました。よし、よしよし、もう一丁。おー、うっそマジある、ある、右上がりある。あんだよもう。あんだよ、いらないよこれは。余計なことを、これもあるあるなんですよね。よく来るんですよ、チャンス目中断リップが。こういう時に、あ、でも当たりました。本店長中にまたキナナ4連とかしたらどうなるの。2回出てくるのかな。はい、ありがとうございます。232ゲームですね。投資、追加投資が4本、トータル10本です。よし、よしよし、7、4連からでも当たってくれるだけでありがたい。70ちょうだい。
まあまあちょっとずつ50、60、70と点数を上げていきましょう。ませんでした来なかったにもかかわらず、でも一番下からねハーデスステージに上がってますから、なんかいい気がしちゃいますよね。はい、補充ゲームのみ。
222枚とご丁寧にゾロ目です。さあどうしましょうね。大道も考えなければいけないと思いますので、ルックストックないとは思いますが、ここだけ見てちょっと台を探しに行きたいと思います。さあ何を打ちましょうか。こんなちゃま2台だけ空いてる。パーですかなって思っていたんですけども、はい、では、ハーデスをやめてコウモンチャマカツに移動してきました。まあそうですね、ちょっと伸びるビジョンが見えなかったそれだけです。ということで、今度は家康を目指して頑張ります。ゴッドのことは忘れます。はい、57ゲームからのスタートということで、ちょっと天井までは遠いです。もう天井のことしか考えてないですね天井に行かないように頑張らなきゃいけない。おバジリでした。ナイスショット。ナイスショット。さあタンチェリーからのバロン。さあ続けますよ。即継続の可能性あり。またリセット。2の壁越えられないですね。よいしょ。さあ綱渡り状態が続いてますけれども、戻せるかな。よしよしよし、いいよ。あ、弱者詰め。これはワクワクしちゃいますね。よし。 OKOK、 いいんじゃない。はい、おそらく弱チャンス目からでしょう。さあ5回目のアラジンチャンス、綱渡りが続いております。ダメか、残念。ようやく闇ステージ行ってくれたんですけど、ダンチェリー絡んでくれませんでした。なんだかんだとアラジンチャンスが5セット続いてますんで、ちょっと広角ロングの匂いもしてきましたよ。いいよ。
通り過ぎちゃったよ。あー、これは、はい、はい、4ゲームで引き戻し、合格が続いてます。ワラビンちゃん、バトルを経由せずにスーパーラッキーチャンスゲット。あ、おさあ、ここからもう鈍いチーズ、鈍いチーズ、よっしゃ。いや、もうどっちでもいいや。よし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 、あっ、それもうダメだよ。